いやーもうここまでラプトル進行してきてるよ。うわ羊が、うわ羊が、俺の貴重な羊が。あそうだそうだ、ちょっとあの羊はもう無理だと思うけど、あーもう無理だったわ。すごい純白のね羊がね1匹欲しいんだよね。でこれハロウィンイベントでさ、スイートベジタブルケーキ手に入ったから、確か2個か2個ぐらい手に入ってるから、1個テイムし、あ1個使ってちょっとテイムしたいね、そのなんか真っ白い羊。いや、ちょっと待った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 、ごめん、ちょっと待って、ダメだ、ちょっと待った、これやばい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 、映像で見な、映像でわかるかな、すげえラグ、なんか処理が重くなってる、やばい、これはやばい、めちゃめちゃ処理が重くなってる、まずい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 、ちょっとごめん、これ一回デストロイ撃つわ。え、バグは治ってるんだよね多分、そのバグは。あ、デイノニクスだ。あ、デイノニクス。一匹湧いてるぞ、デイノニクス。しかもイベントカラーだ。イベントカラーでデイノニクス湧いてる。あ、いるいるいる。あ、デイノニクスもいるけど。でもちょっと待って。やばいやばいやばい。めちゃめちゃ処理 が重くなってる、これ。ちょっとあれ。デストロ一回撃つわ、これ。ちょっと。あ、軽くなった。バグは修正されたんだよね。バグが修正されたんだったら、これでデイノニクスが普通の数しか湧かなくなるはずだから、多分もう重くなることはないはずなんだけど。あれはあれで面白かったけどな、処理がこんなに重くなるんだったらもう、やってられんな。ワールドラプトル。あれはあれですごい面白かったのに。なんだかんだ面白かったんだけどさ、こんなことになっちまったらな、あ、よかった。デイノニクス湧いてる、よかった。え、めっちゃかっこいいな。え、嘘、めっちゃかっけえ、あのデイノニクス、めっちゃかっけえ、俺好みなんだけど。うわ、かっこいい。うん、ちょっと待って、うわ欲しいわ。なんでお前あの素のままでテイムできないの。しかも今湧いたやつだから、絶対そこら辺の卵からそのカラー出ないでしょ。うん、あれ、てかここさ、俺来たこと、え、ちょっと、やば、ちょっと待って、おもろこれ。おもしれない、これ。やばい、金属、木に金属鉱石がなってる。木に金属鉱石がなってんだけど。やべえ、動物の森かよ。動物、あれ、金が鳴る木みたいなレベルで、金の鳴る木レベルですごいなんか奇想天外なんだけど。動物の森かよ、あれ。おっと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 、いた、まさに理想の羊いたぞ、俺が求めてた色だ。純白ではないけど、あ、てかあれじゃん、青やん、俺が求めてた色に近い。いいぞこの羊。ちょっとあれだな、スイートベジタブルケーキ取ってこよう。てかない、近くにキャンディー落っこってない。あの羊イベカラです。あ、やっぱりなんか俺もあれだよね、これ多分この色だよね、多分この色だよね。こいつ130レベルかよ。いや、なんかなんかこれこそ地球みてえじゃん、地球みてえな色してんな。なんだこのブロントサウルス、マジで地球じゃん。よーし来たぜ。さて、近くにラプトルがなんか近くにラプトルがいるから、速攻でテイムするぞ。速攻で終わらせろ。いけ、一発でいけ、よし、やばい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 、来てる、目の鼻の先に来てる。行くぞ羊、よし、あっぶねえ、目と鼻の先にもう来てたわ。よっ、オッケー、これでもう羽毛には困らねえぞ。あと1秒で肉になるところだった、ほんとそれな。よっしゃ、テイム成功、死亡しました。あーってなってたからね。いつ確保しに行こうかなって思ったけど、羊確保できたわ。いやー、あれだね、スイートベジタブルケーキが手に入るイベントってマジでいいな。ほんと。楽だわ。スイートベジタブルケーキ作るのクソ大変だけどさ。まあ、そんな大変でもないかも。大変だけど。いやー、楽になった。さて。割と目の鼻の先まで来てるな。
待て、行くな行くな羊、行くな羊、任しとけ任しとけ、待て行くな羊、行くな、行ってはならん行ってはならん、行くな、行ってしまった行ってしまった、しかも地味に俺食っちゃったし、しかも地味にちょっと食った、あらま、うー、くっそ、ちょっと好みの色だったのにちょっと欲しい色だったのに、 あいつ、うん、うちのトビネズミの方が可愛いな。あ、待った、え、あー、おー、あいってな、あれや、骨飛びネズミや、骨と骨ほきほきは、ほれほれほれ、骨飛びネズミや、あ、でも、あ、表記は飛びネズミなんだ、え、これ倒したらあれが手に入んのか、あの骨の、あ、一応逃げるのね、ねえ、お前も手伝えでえのニクス、お前、うわ、勝手、これが飛びネズミかよ、普通の飛びネズミだったらおたぶつだぜ、よし来た、倒した、手に入ったぞ、なんで16本も取れた手に入ったぞ、飛びネズミの国家コスチューム手に入れるつもりなかったけど手に入ったわ、やったぜ、まあ、やったぜっつってもつけねえだろうけど、絶対つけねえだろうけど、不気味以外何もでもなかったの、てか体力でかいな、やっぱり体力めちゃめちゃあったな、レベル1の飛びネズミだぜ、体力どのぐらいあったんだろう、いやー、顕微鏡かなんかで覗きたかったな、隙があれば、隙あらば覗き魔だからな、俺ちょっと覗きたかったな、ここは俺がいつもなんかあれだね、高レベの卵を手に入れる場所、さてはここにももう一度湧いているのではないだろうか、なんか逃げてるけど気にしない、よっこいしょ、なんかエクウス逃げてるけど何から逃げてんのか知らんか、気にしない気にしない、恐れは捨てた、とんでもねえの後ろにいたわ、恐れは捨てた、何も恐れることはない、よし、よっこいしょと、めっちゃ恐ろしいやつ後ろにいたわ、デイノニクスどこ行ったんだあいつら、15レベか、おお、135レベ、135レベか、悩むな、羽化させるかどうかちょっと悩みどころだな、おっとっと、俺好みの羊が、あ、しかもオスや、え、 95レベは果たしてケーキ1個でテイムできるんだろうか、さてと、じゃあちょっとケーキ持っていくんだけど、さてちょっとケーキ持っていくんだけど、ちょっと待って、一応も持たしとこう、あとベリーね、いいね、今度はあれだよ、イベントカラーではないが純白だ、やったぜ、よし、いい、よろしく、よっこいしょ、さてさて、ふう、やったね、羊が2匹揃った、ちょっと待って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 待った待った待った、これイベカラじゃない、このティラノ、しかもメス135レベ、パラケラテリウム90レベか、まあ負けることはないな、これ青いやつじゃない、ちょっと今あの明るさ補正のせいでちょっと若干よく見えないけど、これワンチャンいいの来たんじゃなかろうか、すげえだったら70の72、 OK、 さて明るくなってきて全貌が見えてきたが、やはりイベントカラーだ、なんか思ってた色と違う思ってた色とちょっと違うな、背中赤だと思ってたらこれカボチャだ、でこっちもこのディプロドクスも一応イベントカラーじゃね、これこんなに明るいオレンジねえだろ、まあいいや、とりあえず手伝うか、オッケーオッケーオッケー、その2個はお前のもんだ、さっきなんかやり合ってたから体力持ってかれてるでしょ、 60 60か、どうだ、前のなんか前なんかやった時はもうちょいなんか
強かった気がしないでもないが、前テイムしたあの140レベルのオスの子に比べるとだいぶなんか落ち着きすぎてるような気がしないでもないが、あれ前どんなだったっけ、 60 強いのかこれは。あ、一応回復しとくかなんかあれすげえレベル145だこのドエディクルス、なんかよもぎまんじゅうみたいななんかよもぎまんじゅうみたいなドエディクルスいるんだけど何あれ、ちょっと美味しそうじゃねえか、俺よもぎまんじゅうとか好きなんだよな。あー飛びネズミすげえかわしてる、すげえ攻撃をかわしている、すげえ大丈夫、俺が救ってやる、さあこっち来い、あいつも噛めなくて、こいつも今噛めなくて諦めたな、これ諦めただろお前、噛めなくて、あこれ口届かねえわっつって、残念だったなお前、ティラノサウルスに生まれたことを恨むんだなお前、多分カルノタウルスとかラプトルに生まれてたら今のトビネズミ食えてたよお前、残念だったなお前、ティラノサウルスになんか生まれちまってよ、口の上がちょっと高えんだよな、口が高すぎたわーっつって、さーてんなことしてるうちに案外あっさり下に降りてきてくれましたよと、ただちょっと体力やばかった、意外とかませすぎたわ、やべえ、しかしながらここであれですよ、ここで栄養補給、ブロントサウルス美味しい、あれブロントサウルス、ブロントサウルス栄養補給しましょう、栄養満点ブロントサウルス、見た今のイクチオルニス、この泥棒猫感、このすごい勢いでかすめ取っていきやがった、しかしお前傷だらけじゃねえか、バカ野郎お前、楽にしてやるよお前な、あれな、これで痛みもないだろ、で俺はその栄養をいただいてあのぐん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 元気になっていくとね、みなぎってくるわ、みなぎってきたつ、あーやっぱりオートロ腐ったか、あとどめ持ってかれた、いやさすがアルゲンタビス、ちょっと死体をね食っただけでもうこんなに体力が回復する、素の体力が低いからとかいうツッコミはなしで、なんかさこの間からさプテラノドンがやたらさ邪魔しに飛んでくるんだよな、はいオッケー余裕、あやべえやべえ開けっぱなしだった、そこやべえやべえ、ここ開けっぱなしだったわ、やべえやっちまった、まあいいや別に、どうせティラノサウルス通り抜けらんねえからどうせティラノは通り抜けられねえからいいや、よかった、ティラノサウルスに生まれてきてくれてお前はありがとう、いやお前がティラノサウルスに生まれてこなかったらあれだな、そこ通り抜けられてたわ、いやあれだな、やっぱりお前はティラノサウルスに生まれてきたことを恨んだ方がいいわ、お前がもしカルノタウルスに生まれてたらそこの空いてるところから堂々とえっへいっつって出ていけたからなお前、いや残念だったなお前、ティラノサウルスに生まれて散々だったな、ただお前がティラノサウルスに生まれてきたからこそこうやってちゃんと俺が目をかけられることができたと、お前は呪うべきだが俺は感謝するぜ、意外と耐えるな、いやでもなんか血出てきてるぞ、さすがに大丈夫だと思うけどもね、やっぱあれかブロントとかなんかにいろいろともらってたか、ちょっとね傷が少し見えてきたな、あ、オッケー、まずい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 、くそあぶねあぶねあぶね、しかもやつ羊食わねえだと、ふざけやがってこの野郎お前、死体見失ったわ、よしいいや、その羊くれてやるからあっち行け、その羊くれてやるからあっち行けお前、近寄ってくんじゃねえお前は、熱傷攻撃持ちめ、俺はな熱傷攻撃持ちにね近寄られるとねアトピーが出てきちゃうんだよ、俺は俺熱傷アレルギーだからさ、熱傷攻撃をされて血が出てくるとアトピー出てきちゃうんで痒くなっちゃうんだよ俺、やめてくれ頼むからお前、まあもうちょい、あっという間に終わるでしょ、だいぶ時間経ったし、はいオッケー、はいイベからテイリオンサウルステイム成功、オッケー